んちゃんさん、21歳に2歳になる娘と見てます。矢川さんおめでとうって言ってください。おめでとう。それじゃ聞こえないですね全然聞こえないですね。さあ、安観光さん、先生のファンいないんです安観光さん、そうじゃないの。矢川さん、すごいな夫がディスないで超爆笑してる、みっちゃん、今年初だよねってコメントありましたね。ああ、そうかな、前出てくれましたよね。まだ3分の1しか経ってねえから今年になっていやだってもう4分の1割れましたね。みっちゃんもこんばんは。こんばんはお父さん待ってます。みっちゃん代わりに出ねえよ、疲れておばさん明日も試合だって。おばあちゃんだってみっちゃんが年いってるでしょ。いってても試合ねえから今日ジャガーブレイク見ました。すごいですね。ヨーコメロディさん、みっちゃん昨日はお泊まりしたんですか。ね、あの木下先生へのコメントゼロですね。めめおさん、ジャガーさーん長いねこれね一人いましたね。うちの犬さん、カエルさーんってなんですかねこれファンキーさん、みっちゃーん顔見たいです。みつよさん、ジャガーさーん、ジャガーさーん。シチュアンさん、ジャガーさん、バスロブっていう、違いますね、まだね。みっちゃん、動いたから入っといて。じゃあ、先日光テレビでドリフターズ番組があり、ジャガーさんとっても綺麗でした。加藤茶さんやケンさんのなどをリングでやっつけてます。すごいね17歳もうコンテンツがあるからいくらでも出てきますね、ジャガーさんね。ジャガーさん、明日の試合どこですか。さすがに出たらどうですか。ちょっと答えたらどうですか。うるせえな、お前の人気がないことやばいよじゃあ先にちょっとみっちゃん先発かな。みっちゃん中継ぎ、中継ぎ、大丈夫です。ねえ、なんであんたち2人つなげられないの。バカだね、文句ばっかりでーす。もう当たり前だよ。富山から帰ってきたら文句かよ。富山の薬買いだった。さあ、加納新さん、みっちゃんお原稿、やべ、みっちゃんだね。みっちゃん出た方がいいね。みっちゃんお願いします。あゆ、山崎さん、木下先生大好きですよ。珍しいな。まあたまにいるんだよ。変わり者が。すごいね。ジャガさん、新年会楽しかった。お、あゆかなさん、みっちゃん。お元気？やったー、みっちゃん来ましたさあ、すごいね、ジャガーさんカリスマがあるので出てください。みっちゃん、今日のご飯は。今日のご飯は、うん、大使が漬け丼。桃屋のご飯ですよ急になんだ急になんだそりゃ。かわいい。先生が鶏の、なんだっけ、トマト煮。かわいい。トマト煮ジャガーさんが生姜焼きかな。そうですねみっちゃん髪切りました。はい、切りました。みっちゃん髪すごいな。七三分けみたいな。そう、みっちゃんすごいね。みっちゃん出たらものすごい。お原稿よ。お原稿ばっかりですね。そう、507ですね。すごいですね。お原稿よ、常に。みっちゃん髪切った。切った切った。バイタモリ。あ、これ面白いねタモさんいつも言ってましたね。常に髪切った。ね、あ、そうなの。さあ、みっちゃん、JJ 君の荷造りご苦労様です。あ、なんで知ってんの。すごいね。木下がいらないこと言うたらね。そうだよ、それはみんなご飯バラバラ。そうなのよ。そうなんですよね、バラバラ大変でしたね。本当だよって、お前が言うか。私がやってから言うな、私がこの歌で。そう3人別々メニューなんてすごいですあ、そうなんだね、知らんかったな。そうなんだ。でも一品か二品だから。そうそういやカラー色似合ってます。ありがとうございます。そうですね、みっちゃん髪サラサラ。みっちゃん可愛いです。そう、気がする。みっちゃんキャワイイって感じありますね全部白髪にしてみる今度これでしようからねみっちゃんの好きなタレントは、韓国ドラマ見てますか。韓国ドラマ今はちょっと見てないかな。今は漫画、アニメばっかして見てる昔からアニメ好きなんだよね。ブサンさん、ひろかっちゃん大好き、ありがとうございます。せーの、いいねシーンシーン。ジャガさん、レモンハイかな。違います。グレープフルーツでした。違います。おいしい。パンチスリーとしてしょ。みっちゃん美人ですね。みっちゃん可愛い。ありがとう。若いですね、これね。ありがとうございます。だから中身が老体なんて言われちゃ分かんない。そっから言わないで、こっちに来て言いなさいよ、あんた。まったく、まあ、あ、面と向かったら顔しかめつらつできねえじゃん。みっちゃんレシピのちくわぶ煮物が家族全員大好物になりました。ありがとうございます。
大使も今日食べたよ。ちょっとしょっぱかったけど。不況でしたね。不況。不況でしたね。そうですね。スクワの大嫌い、一旦食べたらいいね。大嫌い。私が大嫌い。みっちゃん美人、すごいね。みっちゃんおしゃれさんですね。生でないよ。違う。それ言ってる人どんだけブスなんだろう。みっちゃん系のヒート。さあ、みっちゃんとお姉さん似てますか？お葬式の写真、みっちゃんとお姉さん、どっちだか分からなかったです。ああ。確かにね。いや、3番目と私が似てて、1番目と妹が似てるかな。顔が長いのと違う。そうだね。3番目みっちゃんじゃないですか。そうそう、うん、だから2番目と3番目。ああ、そういう意味ね、うんうん、みっちゃんはビールかな、正解ですね。はい、正解です。そうですね、みっちゃんアニメ何見ますか？なんかとりあえず新で始まったやつはみんな撮って、シンゴジラとかそういうこと。シンゴジラじゃなくて新しく始まったやつはみんな撮っといて。ああ、そうだね、ニューね。そう、ニューね。シンっつったらシンから始まる。なんか違う違う、シンウルトラマン違う違う、見ない。ねえ、なんでこの時始まってかない。いいから、見えないから、そんなこと言ってもさ。いいんだよ、見えない。ヒレカツさん、かっこいい。ありがとうございます。ヒレカツよく考えたら、一回死んでみないか。明日はみっちゃんも成田空港行くのかな。羽田です。みっちゃんは行きません。行きません。大使に拒まれました。一人で行くからいいって断られました。みっちゃん、第二のお母さんですね。そうですね。ゼロ号、ジャガーさん、出てほしい。安観光さんですね。スカンコさん、よく飽きないんじゃない。もうやめてもいいんだよ。おいおい、なんでこてんだお前は。そうそう、見なくてもいい。やめてもいいんだよ。ゼロになればやめないの。 JJ 君のジャガーさんのモノマネうますぎて爆笑してます。ね、モノマネしなったら寝てる。若い頃のおばちゃん、ジャガーさんのような声。あ、そうですか。そう、じゃあ、ね、もう一回お願いします。ね、そんな気ないじゃん。いやいや、はい、服ちゃんとは洗濯しろ。へへへへへ。何それ。寝てないし。おと、うちの旦那さんはみっちゃんのファンです。ありがとうございます。てっちゃんげんこって言ってください。てっちゃんおげんこ。おー、すごいね。もうだ、みっちゃん実は、うん、あれだよね、もう有名人じゃん。そうなんですよね。レッドカーペット歩いてもいいねえ、私が歩けないもん。姉ちゃんが歩けないもん。みっちゃんもジャガーさんも本当に美人、いつまでも若いです、ね。まあ、みっちゃんの旦那さんはそう思ってます。一番綺麗だよ。見たれよりも。かずちゃんはみっちゃんピアスかわいい。ありがとう、ね。お花見しますか？あ、そういえば早いですよね、桜。鏡見て自分の花見。あ、確かにね。はい、なんすか？鏡見て自分の花見。はい、昭和な感じ、ありがとうございます。やつやばい。さあ、ピロカツ、前髪切った、ね、切ってません。切っただろうよ。みっちゃん、もこもこかわいいね。そうですよ、ちょっとね、夜になったら寒くなっちゃったからね。そうですね。たくままさんが、鳥越あずりのジャガーさん好きです。ジャガーさん、どんだけリクエストされてね。さあ、なんですかね、これなんですか、おばあちゃん大切、12年前私も妊娠中お世話になったのを思い出します。感謝、今は北海道行ってますが人生いろいろですね。姉妹グッド、ちょっとあんまりわかんないですね。みっちゃんのことおばあちゃんと言ってます。そうですかね。違いますよ。みっちゃんはハムエッグには何をかけますか？醤油です。醤油ですね。ジェジェ君、モノマネ得意だね。そうですね、得意って。親子だから。はい。パターン少ない。そうですね。みっちゃん、お子さん何人おられるんですか？2人。20人ぐらい。そうですね、2人ですね。これで会いましたね、久しぶりにね。ね、次男の方は、生活感全くなしですね。ないですね。なんかめっちゃ若いね。めっちゃ若いですね。長男の方、ね、ちょっとおじさんっぽかったですね。もう40ですからね。いや、すごいよ。はい、写真撮ったらね、はい、なんか、あれだわ、なんかそのね、サッカーの野球とかでの代表戦みたいな感じで、うん、全員家族からしてるわけやろ。はい、だからいとこ全員揃ったからすごいよ。何が言いたいんですか？何が言いたいんですか？写真撮ったの？撮ったんやけど、いとこの全員揃ってないでしょ。ああ、そうだ、それだから。ああ、確かにね。さあ、みっちゃんが作るちくわぶに作りましたが、味が薄かった。かなり濃い味にしてますか？うん、濃いかもしんないね。結構煮るもの、ビリに1リットルぐらい。ああ、なるほど。入れないわ。でも甘みも濃くしないとちょっとなんか美味しくないよね。ね、ちょっと今日ちょっとあんま失敗だった。失敗だったね。もうすぐ勝つよ。そうですね。チェコ、はい、ジャガーブレイクの司会の方、面白い人ですね。面白い人ですね。JJ郎くんね。ね、JJ郎くん、いつか、画面に出るかともありかもしれません。さあ、先生もジャガーさんも JJ くんが将来的にアメリカに行くの寂しいですか？めっちゃ寂しいです。寂しくても鬼の人生だもんね。そうですね。寂しくないんですか、それじゃあ。別に私が昨日富山行って会えなくたって寂しいけど、そんなん仕事だから仕方ないし。
どういう意味ですか。だからいちいち寂しくないってこと。そういうことは考えない。ああ、わからないってことですね。わかんないんじゃない。わかるよ。なんだよ、めんどくせえ。短くても長くても寂しいんだよと。だけどそういうことに至らないんだよっていうことだよ。答えは寂しいですよね、今の。そんな簡単に言ったらつまんねえんだよ。さあ、先ほどの方ですね、間違ってしまいました。おばちゃんでしたでした。申し訳ありませんでした。おばあちゃんじゃありませんでした。まあ、見た目おばあちゃん。笑いすぎなんだよ、さあ、あゆかなさん、ヒレカツ、ベルカツ、トンカツ、久しぶりに来ましたね。大喜利来ましたね。やめろ。なになに。そうそう、気にしたのネタつまんないからね。なんだよ、ほんまに。ちょっとリビルトって珍しいシーンだよ。はい、ジャガーさんを使うっていう、なかなかない。そうですね。さあ、みっちゃんは JJ 君がアメリカ行ったら寂しいですか。寂しいですね。多分重たい。何。多分重たい。重たい。思ってるよ。寂しいな、超寂しい。じゃあ行くのやめるわ。ねえ、おねえ、2週間ぐらい来ないといっぱいあるから。そう1ヶ月ぶりじゃない。あ、この間あれだ、あそこだったから。2週間ぶりだね。さあ、みっちゃんの他に、木下先生宅にジャガーさんのご兄弟は来ないんですか。来ないですね。じゃあないじゃん。行かないしね。ないですね。みっちゃんそのビール好きだよね。うん、ちょっとね、気にしてるの、お腹の出具合を。ああ、そうですね。先生が、だってビール美味しいんだもん。プリン体ゼロがいいって先生が言うから。はい、そうですね。ね、おっと、みっちゃん綺麗ファンですって方いらっしゃいますね。ありがとうございます。すごいね。これみっちゃんに会おうと思ったらどこに行ったら会えるんですかね。え、どこ行ったら会えるんですか。いやし歩いてたら歩くんだよ。どっかで、ね、どっかで、ね、歩くってことですね。八潮駅ですか、行ったら会えるんですか。いやー、駅どういうスーパー、ね、駅なんか行かないですよね。スーパーですね。まあ、その辺で路上歩いたらいいよ。さあ、うろついてます。JJ 君、アメリカに行って一番やりたいことは何ですか。やりたいってそういうこと。いやそういうことじゃありません。入る。まあ、でも冗談抜きで、はい、女の子とは交流もしたい。あ、いいね。そうそう、日本は結構あんまグイグイ行くと引かれるから。仕事もうすぐ終わる。そうですね、フルカウントだからもう必ず決まるよ。日本強いですね、 WBC ね。いや、まだ分かった。2対10ですよ。あ、ね、勝った、はい、終わりました。勝ちました、日本。もうやっぱりね、16日ジャガーさんと行きますからね。マジか。お、すげえ。ジャガーさんと一緒に見に行きます。よく撮れたね。そうですね。さあ、みっちゃんもジャガーさんも声好きだわ。そうですか。低くて、ね、お前が否定してどうすんだ。いや声が好きってちょっと珍しいなと思うんですけど、渋い声好きなんですね。好きなのね、私も好きだよ。でもこの木野さんの甲高い声は嫌じゃない。何よ、ちょっと。あ、だ、自分たちが声低いからさ、こっから出る声ダメね。そう、うるさい。なんすか。高くてでかい。そう、ハスキーボイス結構好きだよね。そうそう、意外といいわ。ほら、何その気持ち悪いし。いや、声はいいんですよ。ね、こん中3対1だから。さあ、ジャガーさんとヒロカツの絡み好き。絡んでませんよ。まあ普通の夫婦の会話。絡み違いじゃない。絡み違いね。投げ捨ててもらってしまいたい。一回一回。そうですね。